こんにちはとある方からリクエストをいただきました、Nuclear Threat Initiative これ核の脅威イニシアチブ NTI という研究機関が被害が想定されるサル痘が流行ったらどうなるか2021年3月の時点で卓、まあ、上でシミュレーションしたようです。 本ではなくてこれレポートなんですけれども、そうは言っても36ページもあるので、全部は訳さず、エグゼクティブサマリーという要約の部分、2ページだけを和訳して紹介します。で、元のレポ,レポートへのリンクはディスクリプションに貼っておきます。では早速内容に行きます。2021年3月、Nuclear Threat Initiative NTI は Munich Security Conference MSC と提携し、 生物学的脅威をいかに削減するか、機上でのシミュレーション演習を行いました。バーチャルで行われたこの演習では、国家そして国際的なバイオセキュリティ、疫病への準備構造のギャップを調べ、被害が想定される生物学的出来事、まあ、イベントを予防、対処するキャパシティを改善する可能性を探りました。アフリカ、アメリカ、大陸、 アジアそしてヨーロッパから公衆衛生、バイオテクノロジー業界、国際安全保障、事前活動の分野で合計して何十年もの経験がある19人のシニアリーダーと専門家たちが参加しました。演習のシナリオは死亡率の高い通常とは異なるサルトの変異種が架空の国ブリニア、 というところで発生し、18ヶ月かけて世界中に広がっていくという内容でした。演習のシナリオでは最終的に最初の発症は生物,げ生物学的なものの取り扱いとか安全策があまあまの研究所で作られた病原菌を使ったテロリストの攻撃によって発生したということを明らかにしています。 これ架空ですよ、皆さん。演習の最後までには、この架空の疫病は30億件症例があって、2億7000万人が亡くなるという結果となりました。演習の参加者の間で見つけられた鍵となる調査結果は以下の通りです。1、世界的に検出、評価、疫病のリスクを警告する力が弱かった。国際コミュニティには、 疫病のリスクに対し行動を起こすための情報を素早く伝達できるようもっと力のある分かりやすい検出評価早期警告システムが必要である 2. 国家レベルでの準備のギャップ国家政府は不確かな状況であっても後悔しないようにコストをかけ 素早く予想に基づいて行動が起こせるような筋の通ったシステムを土台にした国家レベルでの疫病対応プランを改善するべきである。3. 生物学的研究のガバナンスのギャップ。生物学的研究機関の国際的なガバナンスによって、現時点での安全に必要なこと、将来的に大幅に難しくなってしまった場合にするべきことへの準備をする。生化学のリサーチ。 開発のの期間リスク削減も必要である4疫病に国際的に備えるための資金の不足世界の多くの国では疫病に備えるための国家的投資資金が不足しているこれらの調査結果に対処するために参加者たちは以下の提案をしました1疫病のリスク評価警告発生場所を調査するための国際的なシステムを強化する WHO は段階的で分かりやすい国際的な公共衛星アラートシステムを構築するべきである。国連は被害が大きくなると思われる発生源の分からない生物学的出来事を調査する新しい構造を作るべきである。ここではジョイントアセスメントメカニズム、合同評価構造と呼ぶことにする。2、早めに先回りして対応を開始できる 国家レベルの研究機関の展開国の政府は疫病に対する対応で山のような症例死者が出てから反応して遅れを生じさせるのではなく予測に基づいて行動する後悔しないアプローチを採用しなければならない後悔しないことを前提に予想に基づいたアクションを起こすために国家政府は国レベルでトリガーの定義を決め 被害が大きくなるであろう生物学的出来事に取り入れて対応できるようにするべきである。3. 素早いテクノロジーの進歩に関連する新たな生物学的リスクを削減することに特化した存在機関を作る。国際的コミュニティは事故または故意に生化学やバイオテクノロジーを使った壊滅的状況を のリスクを削減することに特化した存在を創設するべきである。確実にリスクを削減するために、その存在組織は、生化学、バイオテクノロジーの調査、開発のライフサイクルを通して、資金、研究の遂行、出版、発表、収益化においての支援を行うべきである。4、触媒となる世界的な公衆衛生の資金を作り、 世界中の国々で疫病への準備のキャパシティ強化の推進を早めるべきである。国家元首、開発銀行、募金する事前化、プライベートセクターたちは世界の公衆衛生と疫病への備えを強化するために新しい資金のメカニズムを構築し提供するべきである。資金のデザインとオペレーションは 国家政府が自国の疫病への準備に長期的に投資する刺激となるような触媒となるべきである。5、サプライチェーン問題に取りかかる国際的なプロセスの強化。国連総長は医療そして公衆衛生の物資が遅延しないような世界的なサプライチェーンの強化を図るための重要な手段の提案をするための ハイレベルなパネル、指揮者会議を招集するべきである。最後にこのレポートは3つのパーツで構成されています。1つ目は演習のデザインとシナリオの概要説明。2つ目は演習で議論されたこと、そこでの調査結果のまとめ。3つ目は参加者が見つけたギャップや必要なことへの対策に必要なことの提案です。 変な日本語になっちゃった。NTI は、演習が終わった後で提案を行っており、参加者たちはこの提案に関わってはおらず、提案を指示するように依頼されてもいません。付録 A で今回の演習プロセスに関わった専門家及び、付録 B で今回、架空のサル痘の疫病シナリオに使われた疫学モデルの技術的な詳細が記載されています。ということです。以上です。 なんか、不運、提案は私たちでもできそうじゃないってちょっと思いつつ、なんでサル痘で、ね、バーチャルの演習しちゃったかなと思います。NTI のサイトの Q&A を見てみると、うん、多分、絶対に誰かが質問してると思うので、面白いかもしれません。というわけで、今日はこの辺でおしまいにします。Stay safe, stay, stay healthy.